皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほ、村民の用務だよ。今日もこの機械仕掛けの帝王が闊歩する世界で名を上げるために頑張っていこう。前回から引き続き、わしらは南東エリアを縄張りとする色違い系敵対派閥、その名もサザンハイブさんの根城前にて、襲い来るパープルハンマーヘッドさんたちの対応に追われているところでござります。チダ、チダ、チダ、お前を捧げれば、王様はきっとお喜びください。鬱陶しいわ。ああ。くっし、そんでけサザンハイブ君だぜ。うむ、先に徘徊している部隊を殲滅してから、ゆっくりと本拠地内部を制圧してやろうかと思っていたが、キリがありませんな。どうやら、本拠地以外にもまだこの周辺には、サザンハイブさんたちの村があるようですぞ。そこからも増援が来ているみたいだね。なんだか酸性雨も降ってきそうだし、サクサクっと内部に侵入して、倒すもん倒した方がいいかもしれないぜ。ああ。例にもよって例のごとく、まずは私が隠密でもって、サザンハイブの本拠地らしきドーム、その内部を探索してくるんで、諸君らは外で増援のサザンハイブ部隊を抑えておいてくれ。あいあい、し、楽そうでいいぜ。雨が本降りになる前にテントでもこしらえておこうかね。さて、そんなこんなでサザンハイブ、その本拠地であるドーム内に侵入してみたわけであるが、やはりいたな、ハイブクイーン。名前としては南の女王というらしいが、外見的には全く同一に見えるぜ。というか、サザンハイブは肌が紫色をしているのに、その親であろう南の女王はディープたちウェスタンハイブと同じ色合いなんだな。もしかしたら、ウェスタンハイブの体色がハイブ種族のノーマルで、サザンハイブたちの色味はホグマンよろしく何らかのエラー、それが原因なのかもしれん。しかし、この女王の周囲を固めているこの衛兵、強すぎんだろ。ウェスタンハイブの本拠地で女王の周りを固めてた連中とは比較にならんぞ。サザンハイブはウェスタンハイブよりも好戦的で排他的って話は聞いていたがよ。おそらくはこれ、私が一人で突撃かましたらあかんタイプのあれだぜ。このドームも、どう考えてもサザンハイブどもが独力で持って建てたもんじゃないだろ。これまで我らも世界のほとんどの場所を練り歩いてきたが、ここまで立派な建造物は初めて見たぜ。おそらくは旧時代、それも技術水準的に第二帝国じゃなく第一帝国時代のものだと思うが、他の場所に同型の建物、その残骸すら見られないところから考えるに、第一帝国時代の王城、あるいは特に重要な施設が存在していた場所なのかもしれんな。なんだあれ？ゴリロだゴリロ、ゴリゴリロ。あいつの肉は硬いから王様喜ばない。あっち行け、し、し、凶暴だ凶暴。面倒、エリートドローンに任せよう。ふん、だが、やっぱりいねえな。王様は、ドーム内はもちろん、周辺にあるこんもりハウスもすべて調べてみたんだがよ。まさか、バグか？もしそうなら村長もちょっと考えちゃうもんねえ。結局、雨降ったの一瞬だったぜ。この辺りは高地のようですからな。お天気も乙女、そうわしの心のように移ろい変わりやすいようでござります。酸性雨さえ降らなきゃ景観もいいんで、拠点をこしらえても面白そうな土地だよな。おや村長、今回はまた随分とお早いお帰りだね。てっきり王様、キングってのとやり合ってくるのかと思っていたぜ。うむ、そのつもりだったんだがな。クイーンはいたんだが、キングってのはどうも不在のようだぜ。はて、それもまた奇妙なお話ですな。王様がいないって、それじゃあ、このサザンハイブの子たちは、誰に捧げるために？ですです、わざわざ無差別に人を襲って、生贄さんを調達しているんでしょうな。なんとも言えんが、まあせっかくここまで来たわけだしな。前回から引き続き、我ら UIS ハイブ5人衆でもって、人を無差別に襲いまくるサザンハイブ、その本拠地で大暴れと行こう。はいよ。村長は一体何の種族さんなんです？不死、村長は別にいいけど、他の子たちは V 耐久値低めだからね。はい、無理しすぎてチョンパしないよう注意してくださいよ。任せろ、私も露出度高めの衣装でもって、より攻撃的によりアグレッシブにサザンハイブの連中、その首をポキリンコしていくぜ。まあ、だね、しかも土砂降りか。本当にこの辺りの気候というのは変わりやすいんですな。このサザンハイブの本拠地があるエリア、名前をロイヤルバレーというらしいぞ。ロイヤル？私はやっぱり紅茶家電かな。あれ太るんですけどな。要はこの辺り、昔はどこかの王国に管理されていた場所なんだろうぜ。お、王国ですか？それって、旧帝国のことなのかな？あるいは他の。かもな。このドームの建築様式は、これまでに見てきたどの建物とも違うようだし、これだけでかい大陸に、一つしか国がなかったとも考えにくいしな。お許しください、女王様。我らを傷つけるのはやめろ、ハイブ。し、これまでに散々私らを襲ってきたくせして。ご自分たちが襲われたらやめろというのは少し虫が良すぎですぞ。あれ、女王どこ行った？おや、先ほどまでそこにいたはずなんですが。レイ君の名刀なぎなたが、南の女王さんの頭を一撃で空竹割りにしちゃったみたいだぜ。女王、
うろたえるなハンマーヘッドども、まだお前たちの女王は生きているぜ。おまで。ふっひ、もう虫の息だけどねー。もう人を襲わないっていうのなら見逃してあげてもいいぜ。黙れ、我らサザンハイブこそが唯一無二の存在。お前たちハイブなど、すぐに我らが片付けてくれる。いつの間にかグリーンさんが立てなくなっていますぞ。尊重。いいからね、テイログリーン。レイも、さっきまで元気だったのに。レイさん。なんかサザンハイブのこの衛兵君たち、ステータス以上にやりやがるぜ。今度はシェイドさんまで。悪いがグリーン、私も腕をやられた。問題ない、もう十分休めた。尊重、わしもう我慢できません。UIS のリーサルウェポンたるわしも火星に。レイム、出しゃばっちゃダメだぜ。ああ、その通りだ。ヨウム村民、ルカさん、よし、レイ。目覚めたか。こいつらは人をさらうからな。シェイドの傷は浅いぜ。すぐに起き上がるだろうが、それまではサザンハイブのクソどもをシェイドに近づけさせるな。あらいか。尊重、左腕が。骨バッキバキだね。ふん、こんなもん、つばつけとけば治りますよってに。大丈夫だぜ。ビーフくんもレイくんも、それにシェイドくんもグリーンくんも、うちの村のハイブくんたちはそんなにやわじゃないからね。クソ痛いんだよな。私はみんながいたから我慢できたけど、ウェスタンハイブやスワンプにいた頃だったら我慢できなかった。小ざくな、ハイブ、うはぁ。はは、俺はグリーン、仲間の背中を守れる世界最高の射撃手、ようやく自分を許せそうなんだ。グリーンくん、グリーン、出会った頃には五射ばかり、いな、むしろ五射しかしなかったお前も、今ではもうすでにゴルゴやサイバー、次元に伸び伸びた、名だたる伝説のスナイパーたちと肩を並べられる程度の存在よ。そういえば、最近はめっきり五射も減りましたな。私は霊夢の死体をいつも狙ってるんだけどね。なんです雨音で何も聞こえませんな。よしよし、レイも、よくやったな。やはりお前は私の見立て通り優れたソルジャーだ。尊重、ビーも褒めて。ビープさん、星狩りさんね。ビープ、サザンハイブのこの衛兵、複数のエリートドローンと切り結んで、一度もニカペロしなかったのはこの私とお前だけだぜ。よくやったな、お前も私の懐刀の一本よ。ビープ。それにしても、シルエルイですな。結局、サザンハイブのクイーンさん、起き上がってきてレイ君に切りかかったところを。はい。反撃でもって、今度こそ昇天してしまいましたな。気にするなレイ、お前がやらなければ私がやっていたさ。です。間違いないぜ。なんかお前らに言われるとイラッときちゃうんだよな。尊重、なんだい、見てください、南の女王さんが所持していた武器。あら、これ名刀だぜ。ボールアームの名刀か。防具貫通効果がある分だけ、薙刀よりも重装の相手に有利だな。はい、フェイベさんはすでにヘビーボールアームの名刀を所持しておりますので。せっかくだし、この武器は南の女王さんを討ち取った、もう一人の長いマスターであるレイ君に扱ってもらおうかね。他にもこの場所には、おそらくはここの周囲にある遺跡にあったのだろう。古代の科学書や工学研究所、それに、AI コアまで保管してあったぜ。無造作にゴミ箱的なあれに入れられておりましたな。サザンハイブ君たちにとっちゃ、AI コアよりも新鮮なお肉の方が価値があったんだろうね。だがしかし、やはりこれだけ暴れても、連中が王と呼び崇める存在は現れず、やめろー、元の場所に戻せ。人を盗むな、卑怯だぞ。散々人の肉を狙って襲ってきたくせに何を言ってるんだぜ。あいにくだったなパープルトン、てめえらの女王はもうあの世だぜ。そんな、なんでこんなひどいことができるんだ。なんかわし、ちょっぴりかわいそうになってくるんですが、心配するな、サザンハイブ兵。お前もすぐに女王のところに行かせてやる。やるなら徹底的に、半端は一番いけねえぜ。その通りだ、誰かを助けるにしろ、殺すにしろ、徹底的にやらねば後の禍根となるぜ。禍根ですか。サザンハイブ君たちは強いぜ。私らがいない時に復讐に来られても面倒だからね。変に見逃して、後で大事な人がやられてから怒ったってしゃあないんだぜ。ですな、まだ見ぬ王、キングとやらも含めて、サザンハイブの連中には今回をもって、きっちりと壊滅してもらうとしよう。尊重。これって、なんかますますホグマンっぽくなってきたね。旅の視聴者氏から聞いた情報によると、サザンハイブの王、すなわちキングは、連中の拠点周辺にあるボール、ここにくくりつけられた獲物を無差別にペロンチョしに来る性質があるらしい。なるほどね。だからサザンハイブの子たちは、やったらと私らをさらいに勝ち込みかけに来たわけかい。それじゃあ尊重、わしがここまで運んできたサザンハイブの女王さん、その亡骸を、こちらのボールにお縛りしちゃえばいいわけですな。ほどけないように肩結びでな。私はあっちにテント張ってきますね。泉、ありがとよ。でもさ、いくらその王様に食人思考があるって言っても、奥さんであるハイブクイーンさんの亡骸をペロンチョはしないんじゃないのかね。そうですな、もしもわしが王様の立場だったなら、愛する女王さんを殺害した犯人であるわしらにヘイトを向けてくるんじゃ。まあそれならそれで問題はないぜ。
キングって言ってもクイーンに毛が生えた程度だろ。この私、UIS 村の長であり原住民の王でもある我が拳でもって、伴侶である南の女王と同じ場所に送ってやるぜ。は、はぁ、不死、そううまくいくかねえ。それで村長、何故このわしだけが、たった一人で賛成を振り仕切る中テントの外にいなければいけないんです？見張りだよ見張り。は？隠密モードでもって貼り付けにされた女王を見張れば、もし近くに王が接近してきた時に視線でもって存在を感知できるだろう。でしたら村長や用務村民でも、私はまだサザンハイブどもから受けた傷が治りきっていないしな。私は賛成をでハゲたくないんでパス。今なんて言いました？私と並んで軍閥の隠密スキルを持つ天才とかに一重な霊夢よって、天才、すまんがそこで、王が釣れるまでひたすら休まずに待機していてほしい。はぁ、指示方ありませんな。まあ確かにわしの隠密スキルは天賦のそれですからな。世界は運平等にあらず、このわしよりもスキル的に劣ってしまっている用務村民はじめ皆さんは、そこで指でもを加えしつつ雨宿りでもしていればいいですぞ。村長。ああ、どうやら来たようだぜ。ほへ、霊夢、あまり大声を出して刺激するんじゃないぞ。おお。無理だったぜ。なんです、これ。し、ぬるぬるっと登場してきたね。これが話に出ていた。キングさんなんです。こりゃ一体どういうことだ。めちゃめちゃかっこいいロボットが出てきたぜ。かっこいいというか、キテレツすぎて不気味なんですが、こいつ。女王さんをペロンチョ、食べてるぜ。でも村長、キングさん、女王さんの亡骸をなめなめするばかりで、特に手足をもぐもぐすることはしないようですぞ。ほう。口に合わないんじゃないの、霊夢、出番だぜ。は、冗談きっついですな。サザンハイブどもの口ぶり、それに、このキングのかぶりつくような仕草から察するに、この大型ロボにフォグマン同様の食人思考があることは間違いなさそうだが。いやいや、そもそも機械が何かを食べるって、それも動物のお肉とかじゃなく、ボールに貼り付けにされた人間を食べるなんて、能力値も異常な数値だな。ゲンフィストも規格外の強さだったが、それでもまだ人として、ギリギリ理解できるレベルだったがよ。筋力306って何です？攻撃や器用さも150って、はちゃめちゃすぎるぜ。もう限界です。わしは逃げますぞ。そのセリフは真っ先に死ぬやつのそれだけどね。一食う機械か。面白い。ハイブクイーンもメカメカしかったが、ハイブキングは完全なる機械生命体ってわけかい。ですが、ウェスタンハイブさんの本拠地には、キングさんらしき方はいませんでしたぞ。もう死んじゃってたのかね。そういえばウェスタンハイブくんたちって、シンプルだけど一応は機能する技師を、自前でこしらえて販売していたしさ。ハイブさんたちは V 耐久値が低いので、そういう意味でも技師は有用なんでしょうが、本能的に機械を近しい存在として見ている節があるのかもな。さて、そんじゃマーキングよ。悲しんでいるのか、あるいは腹が減っているのかわからんが、そろそろシアウトしようかい。無理だって、それは絶対に無理だから。この世に絶対なんてねえんだよな。あれ意外とキングさんの攻撃。手数はすごいけど、一発のダメージはそこまでじゃないぜ。ぐは。そ村長。死んだね。空想か競争かどっちにしようかね。たたられてもあれですし燃やしましょう。灰も残さずにじっくりと全部聞こえてるんだよな。村長、無事で何よりです。ちょっと腹をえぐられてみてわかったが、こいつはどうやらキングゴリロ、あれに近い戦い方をするロボットのようだ。はぁ、まだやるんかい。あくん。と、軽く意識不明になってはみたが。意識不明中に喋ってんじゃねえぜ。どうもこいつの戦闘力、能力値そのままってわけじゃないらしいな。はいはい、今世紀最高の愛らしさを誇るわしが、村長をテントまでお運びしますねー。で、どうすんの？わしらで囲んでフルボッコにします？わしはいいですぞ。霊夢、キングくんのパンチがそこまで痛くないって分かった途端に元気になったねー。いや、キング、あいつは言うなればメカゴリロとも呼べるような相手だ。下手に囲んでも範囲攻撃でもって余計な被害が出るだけだろうぜ。はぁ、それじゃあもういっそ放置プレイで行きましょうか。サザンハイブくんはいなくなったわけだしねー。別に無理してキングくんを同行する必要はないと思うぜ。ダメ。あのキング、いな、あのメカゴリロ、私は痛く気に入っちゃったもんねー。村長、何を？もうそれ以上は言わなくていいぜ。ねえ、あいつ、うちの村で買おう。ダメだぜ。いいぞ、シェード、グリーン、キャット、やはりお前たちを村民として迎え入れたのは間違いではなかった。なんか乗せられてる気がする。あれ本当に持って帰るの？私にも一言ちょうだいよ。できるだけ優しく射抜いてやってほしい。そういうことじゃないんだぜ。キングさん、やっぱりお腹が減ったのか、道行く野生のヤギさんたちに襲いかかっておりますぞ。ああ、今がチャンスである。クロスボウ部隊の一斉射撃でもって、キング、元いメカゴリロを機能停止させるのだ。はい。キングさん、ヤギさん相手でも割と手間取っておりますな。やっぱりあの能力値通りの性能は発揮できていないみたいだぜ。以前に聞いた情報だと、動物たちも表示こそされないが、それぞれに固有の武器が設定されているもんで、能力値と実際のダメージ数値に乖離が出るケースがあるらしいぜ。
はい、そっからさらに矢玉を消費しまくること数十本。ようやく機能停止してくれましたな。ふむ、所属はサザンハイブとなっているが、やっぱどこをどう見ても機械だよな、こいつ。走行板などの部品に加え、CPU ユニットも4機搭載されておりますな。4コアだぜ、インテルなのか AMD なのか、それが問題だね。まあ、何はともあれこれでメカゴリロ、別名キングも我が手中に落ちた。いやキングが本名ですぞ。あよっこい小一。上だけでなく王まで書いたサザンハイブ、連中ももう終わりだろうぜ。ですな。ふひ、ようやくアッシュランドが見えてきたって感じだぜ。と言っても、まだ南東の四大ご当地野党の中で、いっちゃんヤバそうな名前の連中が残っているからな。ここからはマジで闘争の戦力、総動員して当たっていくんで、一層機を引き締めて歩みを進めていくとしよう。了解だよ。それでは、我らが南東エリアに救う好戦的なハイブ種族、サザンハイブの壊滅に成功し、その王を捕獲したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。